バレル研磨機で、金属の鏡面加工に使われるソフトメディアの素材は、硬いクルミの外殻や、トウモロコシの芯が使われています。この母材に、アルミナ、酸化クロム、酸化鉄、ダイヤコなどの研磨剤を、油脂系のコーティング剤で、転着させたものがソフトメディアになります。このソフトメディアは、受注生産となっており、おそらく、メーカーに注文をすると、最小ロットが 20kg からとなっており、kg 単位で小売りする販売店がなくなれば、庶民が入手することは難しくなります。そこで、愚民がソフトメディアを自作できないか、検証を行ってみました。当初、園芸や工作用として販売されているクルミの殻を、ミキサーで細かく砕こうと考えていましたが、後に、リクガメトカゲヤモリなどの4足歩行の爬虫類の床材にクルミが使用されていることを知り、メーカー各社が販売している床材を購入してみました。上畑のデザートブレンドクラシック。2.2kg で682円でした。2.2kg と 5kg が用意されています。シャーペンの芯のように細い。形状は不定形。流径は 0.5mm 前後。ソフトメディアには 0.5mm の規格がラインナップされているので、細部の仕上げに使えると思います。ビバリアのウォールナッツサンド。3kg で1038円でした。1.5kg と 3kg と 5kg が用意されています。小さいビーズのような大きさです。形状は不定形。流径は 1.8mm 前後。私が使用しているソフトメディアのサイズと似ている。メーカーのソフトメディアに添加されている研磨剤の種類は、酸化鉄、アルミナ、酸化クロム、ダイエコ。研磨剤の流径は、粗、中仕上げ用が50マイクロメートル、鏡面仕上げ用が3マイクロメートル、長鏡面に関しては不明だが、おそらく、1マイクロメートル以下のものが使用されていると思います。ポピュラーな研磨剤だと、流径が、3マイクロメートルのものは、青号や、ピカール、50マイクロメートルのものは、赤号。1マイクロメートル以下だと、新潟製紀や、ダイヤマテリアルのポリッシングパウダーや、ダイヤモンドペーストに該当。また、市販の研磨剤は、油性の媒体と混合されている商品もあるため、そのまま、爬虫類の床材に添加し、バレル研磨で攪拌すれば、ソフトメディアが作れると思います。
you